初代、坂東朱歌の白拍子花子家栄5年3月、江戸志村座上演、慶賀の小娘道成理事より、三代目、歌川報告が初代、坂東朱歌から1855年4月22日は、高歌から安政年間に活躍したの歌舞伎役者。野号は大和屋。拝命に玉、玉歌、朱歌、別号に、高木予定がある。市村座の長元、立花屋。 自助の次男。後に三代目、三五郎の養子となり、署名を、坂東玉之助という。文政七年市村座で子役として、坂東玉三郎、名乗り柄子の所作を務めたのが、初舞台。文政十二年四代目、坂東彦三郎と共に名古屋、その翌年には三代目、小野駅久五郎と共に、大阪へ上る。天保十年養父の三代目、三五郎の拝命。 秀デカを金にして万道しゅうと改名。その後表記をしゅに変えたが後にまたしゅに戻す。悪化した口の腫れ物が原因で死去。死後五代目、万道三つ五郎を追造された。風彩がよく功績に優れたといい、派手で伝望肌の女役を得意とした。当たり役には三代目三つ五郎が得意とした、青男を花くれない災画を女性にして書き換えた、仕入れがかり金染めのお分。 女気を張る、浦里、寄進を待つなど、初合わせ願語門は大好評を博した。性格は広報で、金遣いが荒く、そのため借金も多かったが、反面人望があり、弟子はもちろん、喜怒芸者や落語家、寄せ芸人、太鼓持ちなど、朝に夕にとその台所にやってきては飯を食う者が、二十から三十人はいたという。その性格と、当たり役から、 借金のお分散と呼ばれた。ありがとうございます。